乗りバイキの内装キエフ地下鉄は、ウクライナの首都キエフの市内を走る地下鉄である。キエフ地下鉄は、ソ連時代の1960年に最初の区間が開通した。これによってキエフは、モスクワ、レニングラードに次いで地下鉄を有するソ連3番目の都市となった。その後も延伸を続け、1976年には2号線のクレニー・ウスイカ・チェルボノアルミンスイカ線。 1989年には3号線の水冷ツェコペチェールスイカ線が開業した。2017年現在、キエフには3路線、総延長 67.6km の地下鉄が走っているが、現在新たに1路線が建設工事中であり、また2号線と3号線は延伸工事中である。キエフ地下鉄路線も運賃は2020年2月現在、 全区間均一8.0フリブニャである。入場の際は、自動券売機か窓口で、非接触型 IC カード回数券、キエフスマートカードか、ゼトンと呼ばれる青いプラスチック製のトークンを購入し、自動改札機に通す。また駅によっては切符に印刷された QR コードを、改札機に読み取らせる方式も取られている。改札機のランプが赤から緑へ変わる前に入ろうとすると、 トラブルの原因となる。なお、出場の際はそのまま出るだけである。改札のあるエスカレーターの下部には大抵監視員の女性がいる。運用本数は1分から3分に1本程度の割合であるが、何らかの事情により5分程度間隔が開いたり、所要時間が多くかかったりする場合もある。利用客は当然のことながら、市の中心部に向かって増加する。なお、 地下鉄と並行してマルシュルート化など別の交通機関も走っており、中にはほぼ同じルートをたどる路線もあるが、運賃、行き先、細かい経由地点の違いなどから利用客はこれらを使い分けている。ジェトンはマルシュルート化の運賃の支払いの際に現金の代わりとして用いられている場合も見られるが、これは一般的なものではない。 車両内1970年代から80年代にかけて製造されたソ連製や新型のウクライナ製など数種が運用されている。新型車両はクレニー・ウスイカ・チェルボノ・アルミー・スイカ線を中心に運用されており、一方でブヤ投資のブロバール・スイカ線にはソ連製の旧型車両が多い。車両はいずれもサンドアである。いずれの車両も車内に サムスン電子製の LCD 式の車内、案内表示装置を備えており、駅案内やコマーシャルが流されている。車内表記と放送はすべて、ウクライナ語である。さらに、到着時には、英語での駅名アナウンスも行われている。車体塗装は青色に、黄色の帯を入れて、ウクライナの国旗の色に仕立て上げられている。戦闘車両側面には、国章である、トルイーズ別位が付けられているものもある。 また、キエフ市の宣伝のラッピングをした特別車両も走っている。これには、国章のほか、キエフの首相である大天使ミカエルが描かれ、また黄色の王を引く流星もあしらわれている。特に、旧型車両は自動ドアの閉まり方が急速なので、乗車の際には注意が必要である。ありがとうございます。